また行ってみたい。中国のファンが日本で羽生結弦を探す旅。こんにちは、読者の皆さん。本日は、フィギュアスケートの魔法に惹かれた中国のファンが日本を舞台に繰り広げる感動的な羽生結弦を探す旅についてお伝えします。京都から仙台、そして東京まで。 ハニュー・ケツゲンさんの足跡が織り成す物語は、私たちにとって永遠の感動をもたらすものとなるでしょう。京都、ハレミン神社の役よけの桃と共に、旅の始まりは、京都のハレミン神社です。ここには、フィギュアスケート界の英雄ハニュー・ケツゲンさんが2015年に訪れた安倍生命構造や生命性があります。特に目を引くのが、役よけのシンボルとされる銅の桃。 羽生さんの絵馬も掲示されており、以来、ハレミン家と羽生さんはずっと結びついているのです。仙台、路人先生の学び者と羽生結弦の故郷。次に訪れたのは、日本の東北地方の宮城県にある仙台市です。ここは中国の文豪路人先生が学んだ場所であり、また羽生結弦さんの故郷でもあります。仙台駅には、 等身大の羽生さんのパネルが迎えてくれます。その姿はスリムで、まるで光で舞うような優雅さを感じます。さらに、観光スポットを結ぶバスで行くことができる随洋鳥とのでは、羽生さんのサインが飾られたコーナーがあります。博物館国際センター前から歩いて数百メートル、五色沼に到着します。 ここはフィギュアスケートの発祥の地と言われ、その歴史を感じることができます。東京、チャンピオンの奇跡と成長の証。東京では、羽生血弦さんのチャンピオンの奇跡をたどることができます。2014年のソチ五輪での金メダル獲得や、18年の平昌五輪での2連覇の偉業。国際センター歴では、 羽生さんのモニュメントと手形が訪れる人々にその輝かしい瞬間を伝えています。そして、早稲田大学。ここは羽生さんが高強度のトレーニングと勉強に励んだ場所です。地下鉄を利用して訪れることができ、学生たちの活気あふれる姿が見受けられます。羽生さんの情熱と努力が詰まった場所です。感動の瞬間、羽生結弦の未来への歩み。 そして、私が日本から帰国した夜、驚きと感動のニュースが飛び込んできました。羽乳結弦さんが結婚を発表したのです。この瞬間、多くのファンが心を揺さぶられました。しかし、失恋とは異なる感情が広がりました。羽乳さんには新たな未来への寄り所があるという感じ。彼のファンたちは、お相手が彼を永遠に見守ることを願っています。 まとめ、羽生結弦の足跡をたどる感動の旅。こうして、私たちは中国のファンが日本で繰り広げる、羽生結弦を探す旅の魅力的な概要を紹介しました。京都から仙台、東京までのスポットで感じることができる羽生さんの魅力と情熱。これは、フィギュアスケート愛と日本の美を共有する素晴らしい冒険です。 皆さんもぜひ、羽生結弦さんの足跡をたどり、その感動の瞬間を体験してみてください。未来に向かって輝く彼の姿に触れることで、新たな希望と感動が心に芽生えることでしょう。素晴らしい旅になることを願って、翻訳編集の親、のや、